ペドロのドラフトファイト一発よ。前回の動画ではね、はい、セリーグのドラフトを振り返りましたが、はい、本日はドラフト赤ペン先生パリウ編回したパリーグでしたね。まあ予想のね、僕らの予想の採点も、うん、まあ近日あげますけど、はい、パリーグのせいですね。パリーグの書き乱しはちょっと予想できなかったんですよ。なかなか盛り上げてくれました、はい、それではこちらの動画の見方でございます、はい、我々が考えた、うん、まあ、ウィークポイントと、はい、まあ、照らし合わせまして、で、うん、将来性ポイント50点、うん、それに来季の戦力整ったかどうかで50点、うん、計100点満点、はい、でプラス、ま、芸術点、うん、ま、何かね、これはいい締めだったというポイント等があったら、うん、芸術点が追加される採点システムとなっております、はい、ま、基準点は、ま、40点40点と、そうですね、80点とさせていただいた中でですね、はい、ま、前回セリーグ編に関しては芸術点は出なかったと。そうですね、うん、ま、セリーグ中日がねちょっと迷いましたけどね、うん、振ったんで迷いましたけども、はい、それじゃあ早速いきましょう、はい、いきましょう、はい、上位の球団からご紹介いたします、はい、まずオリックスバファロー、はい、はい、指名者選手ご紹介いたします。1位ムクノキ投手、うん、2位野口内野手、3位福永捕手、4位渡辺外野手、うん、5位池田外野手、うん、6位横山投手、7位小北投手、うん、7名の指名となりました。はい、はい、それでは、我々が考えたウィークポイントです、はい、まず1つ目、大卒の捕手、うん、右打ちの外野手、そして、盗塁数が最下位でしたので、うん、まあ、総力を向上させれる選手と、うん、まあ、この3点を考えておりました。はい、はい、それでは年代別ピラミッド参りましょう。どうぞ。年代別ピラミッドで言いますと、はい、まず1番が、右打ちの外野手のところですね。源、うん、選手がいたんですが内野手にコンバートというところで、ここはこっから入ったところ、はい、これやっぱり予想通り池田選手と補強してきましたね、うん、これはもうどの動画でも言ってたもんね。池田くんはオリックスの。そうですね、はい、池田選手なので補強したので、バランスシート的にはこれ非常に良かったかなっていうことありますね、はい、で即戦力のキャッチャー、これも素晴らしいですね。補強できましたんで、福永選手で、うん、これもバランスシート的には非常に良かったかなっていうところでございます、はい、でピッチャー陣の、特に後ろのリリーフの高齢化が進んでましたんで、うん、やっぱりそこを補強する補強になりましたね、投手陣は、うん、ムクドキ選手、まあ、先発で行くのか後ろで行くのか分かりませんけど、うん、やはり来年はもしかしたらリリーフで、うん、横山選手、小北選手含めてですね、うん、リリーフ中心に補強できたという意味では、うん、投手陣も良かったんじゃないですかね。良い。なのでオリックスの指名振り返ると、これも連覇を狙っている、間違いないでしょうね。即戦力に振ってきましたね。うん、うん、非常にいい指名だったんじゃないでしょうか。はい、ではウィークポイント照らし合わせてみましょう。大卒捕手、これはもう20丸、うん、そうですね、20丸ですね、うん、右打ちの外野手に関しましても、まあ、丸、そうですね、はい、こちら総力の向上ということで、もうこちらも丸、うん、20丸差し上げてもいいぐらいですね、うん、そうですね、ということで、採点参ります。将来性50点中42点、うん、来季の戦力50点中49点、うん、合計91点となりました。はい、うん、いいドラフトだったね。いいドラフトですよ。来季も強いでしょうね。強いですね。僕がね、思ったのは、うん、まあ、ムクノキ投手、横山投手、小北投手ということなので、うん、まあ、リリーフもできる投手、うん、非常に選択肢を持った投手の指名になったかなと。そうですね、うん、あの、はい、すごくね、起用しやすい指名だったんじゃないかなと、うん、そうですね。オリックス投手陣はこれで来年も、うん、盤石にさらになるんじゃないですかね、まあ、あと福永選手キャッチャーも大きいですね、うん、打てるキャッチャーを補強してきたっていうイメージですかね。はい、続きましてロッテマリーンズです、はい、指名した選手ですね、うん、1位松川捕手、うん、2位池田内野手、3位広畑投手、4位秋山投手、5位八木投手ということで、まあ、5人でスパッと、はい、指名が終わりました、うん、それでは我々考えたウィークポイント、はい、高卒の捕手、うんうん、そして、内野手、うん、右左関係ないです、うん、そして左の高卒投手、うん、まあ、という3点を考えておりました、うん、はい、それではじゃあ年代別ピラミッド、はい、バランスシートを参ります。どうぞ。年代別バランスシート見ると、まあ、左の素材系はちょっといいのかなっていうところで秋山選手取りましたから、うん、非常に良かったですね。でキャッチャーの高卒、まあ、言ったらもう松川選手が
高校生補修の中ではちょっと頭一つ抜けてる中で思い切ってね入札してきましたね、はい、うん、これは素晴らしかったですね。今思えば1位で出た時はおおやって思ったんですけど、今思えばこの指名が全てを握ってたって言っても過言ではないですね。他球団の計算を一気に狂わせた一手で、そう、うん、実は握手に見えてめちゃめちゃいい手だったっていう感じ、初手天元だったと、で、内野手ですね。内野手も素材系、まずアリゾノ選手とかね、うん、いくかなと思ったんですけど、うん、やっぱり松川選手優先させたってところでそこはいけずにですね、うん、ただ池田ライト選手をドラフト2位で、うん、国士舘大学ですね補強できたんで、そういう意味ではバランスシート埋まりはしなかったですけど、うん、まあ全然合格点な指名だったのかなと思いますね。ロッテマリーンズジュニアだったということなんでね、うん、あ、そういうことですね。もありました。で、まあ、あと投手陣の整備に関しては、うん、まあ、広畑投手3位でねこれは会心だったね。投手に関しては広畑投手と八木投手なんで、うん、これはもう即戦力に振ってきたなっていう感じですね、はい、それではウィークポイントとちょっと照らし合わせてみましょうか、はい、高卒の捕手、うん、これは星ですね、うん、星です。星2個あげてもいいぐらい会心の指名でした、はい、うん、そして内野手に関しても、まあ、丸を差し上げましょう、うん、はい、そして左の高卒投手、うん、これも秋山投手もう素晴らしいピッチャーになりましたから、うん、これ20億、はい、そしてね、僕が思ったのはもう広畑投手を3位で取れました、うんうん、これはもうバッチグーですね、うん、バッチグーですね、それでは採点参りましょう、はい、将来性、うん、50点中47点、うん、そして来季の戦力50点中47点、うん、こちら初めて出ます芸術戦、うん、課金見出し得点プラス1点させていただきます、合計95点、これ最高ですね、今まで出た球団では最高でございますね、はい、松川選手のドラフト1位の入札はがもう全てでした、うん、もうこれは自チームのウィークポイントを埋めつつ、うん、他チームのウィークポイントを潰したというね、特に誤算だったのが西武あたりなんじゃないですか、そうですね、最高の一手だったでしょうね、これはこれは聞きましたね、うん、あとは、まあ、あの育成に関してはあまり触れてないんですが、はい、田中風輝投手を育成で取れたと。いやそれもね育成なんですけど限りなく本指名に近いね育成ドラフトだったのかなっていう、それも加点したいぐらいなんですけどね。そうなんですよね、はい、もう最後の最後まで、抜け目なかった印象ですね、うん、非常にいいドラフトでした、はい、井口さんもね、いい顔してましたねしてました、この記事見てる、ね、そうでしょうね、これは会心だったんじゃないですか、よかった、はい、さすがロッテでしたね、うん、はい、続きまして楽天ゴールデンイーグルス、はい、指名した選手が1位吉野外野手、2位安田捕手、3位前田外野手、4位畑投手、うん、5位松井投手、6位西垣投手、7位吉川投手、7名です。はい、それではウィークポイントでございます、はい、右打ちの外野手、うん、捕手、うん、投手の若返り、うん、という3点でした、はい、それではじゃあ年代別の、バランスシート見ていきましょう、どうぞ、はいはい、バランスシート的に言いますと、はい、左の左腕、左腕の高校生今年取ったらバランス良くなるねっていうところで畑投手取りましたから、うん、バランスシート的には良かったですよね、はい、そして右打ちの外野手、前田選手、うん、吉野選手、ここウィークポイントでしたから、うん、で若いの取れたっていうね、素材系取れた、うん、もうこれも非常にいい指名だったですね、うん、でキャッチャー安田選手も指名的には素晴らしい指名だったですね、これは、うん、これも出し抜いた感があったな、うん、2位でいくことに意味がありました、そういうことでしたね、まあ、で若返りっていう意味では西垣選手、松井選手ね大卒で取ったんですけども、はい、ここのあたりが来季の戦力的にはどう作用してくるかなっていうところでしょうね、うん、はい、なので早稲田のね徳山投手とともに指名されたと、うん、小宮山チルドレン、はい、それではウィークポイントと照らし合わせてみますね、はい、右打ちの外野手、うん、これは20丸、あ、もう素晴らしい、吉野選手1位ですから、うん、で捕手に関してもこれも20丸、うん、で投手の若返りに関してはちょっとね、うん、見受けられなかったかな、そうですね、優先順位は低かったのかなっていう感じですね、はい、ということでまあ×と、うん、まあ、野手を補充したいということだったんですね、そういうことでしょうね、今年は、まあ、そういうドラフトだったんでしょう、うん、はい、それでは採点まいります、はい、将来性50点中44点、うん、来季の戦力50点中45点、うん、合計89点となりました、まあ、石井監督に関してはね141点1位点だと、はいいうこと
おっしゃってましたが、そうですね、散髪をね失敗してたんで坊ちゃんが、まあ、あれこだわりかもしれないです、もしかしたら毎年ああいう髪型してる気がする、はい、奥さんの指名だったんで、あそう、はい、キサアナの、キサさんの、はい、いやこれはですね、将来性44点っていうところで、はい、いや前田投手前田選手、吉野選手ね、うん、右内外野手で行ったからもうちょっと上げてもいいんじゃないかと思うんですけど、うん、まあ、同じポジションっていうね、しかも右内同士なんですよね、そうですね、っていうところで、まあ、45まではね、さすがに届かないのかなっていう、まあ、吉野選手1位で行かれた時はちょっと度肝抜かれましたけどね、いや俺が一番いいそうですね、失神しそうだったもんで2位の安田選手までの流れで、あ今年は野手第一優先で補強してきたんだなっていう、ここまではね、でウィークポイントしっかり補強できてますから、うん、素晴らしいドラフトになると思ったんですけど、この3位でね、僕ら的にはですよ、うん、やっぱり即戦力投手を補強してほしかった、なので順番的には赤星選手がまだ残ってましたからね、そうですね、なので前田選手も素晴らしい選手だとは思うんですけど、はい、ここでやっぱりピッチャーの若返りも見とくと、うん、もうちょっとドラフト的にはね、来季将来性含めて、うん、高得点だったんじゃないかなと思いますね、なるほどですね、うん、はい、続きましてパ・リーグ4位ソフトバンクホークス、指名した選手は1位風間投手、うん、一本釣り、2位正木外野手、3位木村投手、4位野村内野手、うん、5位大竹投手、はい、5人でフィニッシュと、うん、そして補強ポイントですね、うん、右打ちの外野手、まあ、素材系の投手、うん、即戦力の左投手とさせていただきました、うん、まあ、ただねちょっとソフトバンクの指名はもう法則性がなかなかつかみきれなかった、うん、いやー切れなかったですね僕らはね、ですが、まあ、我々なりに考えて、うん、まあ、このような補強ポイントだったんじゃないかと考えました、はい、うん、はい、それでは年代別のバランスシートいきましょう、どうぞ、はい、バランスシートで見ますとやっぱり左腕ね、の即戦力と素材系は取っておいてよかったのかなと思いまして、はい、まあ、木村選手は取りましたから、素材はクリアして即戦力はいかなかったなっていうね、うん、イメージでしたね、はい、そして外野手のところで、はい、高齢化がね、レギュラー陣の高齢化する中で外野手、うん、来るんじゃないかと思いましたら、意外と即戦力で佐々木選手を補強してきたっていう、うん、まあ、このバランスシート的には非常にいい補強だったのかなと思いますね、はい、で、サード内野手でいうと松田選手の高齢化がありますんで、うん、これも社会人ですけど野村選手を補強してきた、うん、うん、だから野手に関しては即戦力の補強に今回ねちょっと舵を切ったのかなっていう感じですね、はい、まあね、あのまさかの、まあ、ちょっと4位でフィニッシュしそうな雰囲気が出てきましたので、うん、はい、来季の、ね、戦力も整えるということで、うん、まさき選手あたりを、ね、取ったのかなと、そういうことかですね、はい、それではウィークポイントを照らし合わせてみます、はい、右内の外野手に関しましては20丸、うん、素材系の投手に関しましてはこちら星ですね、星ですね、右左取った、将来のエース候補右左星ですね、これ星ですよ、うん、即戦力の左投手に関しては、まあ、獲得はなかったと、うん、いうですかね、はい、はい、それでは採点参ります、将来性50点中45点、はい、来期の補強50点中46点、うん、計91点とさせていただきます、はい、まあね、盤石のドラフトやってきましたね、盤石ですね、はい、まあ、風間投手結果一本釣りでしたね、いやー公言が功を奏しましたねこれはほんまそうやね風間選手、木村選手ってね、まあ、将来性、まあ、投手だけでしたから、うん、そういう意味でね、45点っていうところで止まりさせていただきましたけど、うん、非常に補強だったんじゃないですかね、これもね、楽天が邪魔してると思う、あの3位でね、前田外野手を取ったことでね、うん、本当はそれは前田外野手に行こうとしてたんじゃないかなと、なるほど、ありえますよね、見て前に取られたんじゃないかなと、うん、僕はそう読みましたね、はい、即戦力左腕、うん、海田さんはね、非常にもう、目をギンギンにしながら言ってました。いやそうですね、どこかで来ると思ったんですけどね、上位で今年こんだけいますから、はい、来なかったというところで、もしかしたら既存の戦力で育成の選手もいますから、うん、そこで計算してるのかとも思いつつ、ちょっと来季のねソフトバンクの左腕ちょっと先発注目ですね、まずソフトバンクに関してはもう、うん、一番最後まで給食食べてましたね、そうです、育成を14名補強したと、だからもうあれがスタイルですよね、あれがスタイルですね、なかなか掃除当番も机を下げれなかったと先生もソフトバンクだから強く言えない、言えない、はい、続きましてパ・リーグ5位です、はい、西武ライオンズ、はい、指名した選手ですね、うん、1位隅田投手、うん、2位佐藤投手、3位古賀捕手、4位羽田投手、うん、5位黒田投手、うん、7位中山内野手、はい、なので6名の本指名でしたね、うん、はい、ウィークポイントです、左腕不足、うん、
そして森捕手の後継者、うん、そして左のスラッガー、うん、また高校生野手と、まあ、こちら4点を我々は考えておりました、うん、はい、はい、それでは年代別のバランスシート参りましょう。どうぞ。はい、年代別バランスシート見ますと、サワがちょっと足りてないところで、今年はしっかりね、即戦力も素材も補強してきましたんで、うん、これは素晴らしいドラフトになったんじゃないですかね。詐欺よ。はい。で、キャッチャーね、キャッチャーのところで、本当は松川選手を行きたかったはずだと思うんですけど、西武は。もうしょうがないですから、1位で取られてしまったんで、はい、それで、古賀選手、うん、もう即戦力ですけども、古賀選手をもうキャッチャー、レギュラーを見据えながら、うん、森選手も DH とかね、うん、他のポジションコンバートも十分将来的にあるのかなっていう、うん、まあ、野手に関しては、まあ、左のスラッガーとかね、うん、もう少し補強したかったと思うんですけど、うん、やはりここまでピッチャーに振ったらですね、うん、まあ、しょうがないですよ、うん、いけなかったのかなっていうところはちょっとバランスシート的には見て取れますね、うん、はい、まあ、なのであと外野手に関してはまあ今年の戦力、うん、岸選手だったり若い選手が出てきましたから、うん、そちらに期待しようという、そういうことでしょうね、うん、はい、はい、じゃあウィークポイントと照らし合わせます、うん、こちら左腕不足、うん、星2つあげちゃう、星2つ言ってもいいですね、ぐらいですね、うん、こちらまあ素材系も取りましたし、うん、はい、もうこれ星ですね、うん、そして森選手の後継者、これ20丸、はい、でこちら松川選手だったら星だったかなと、そうですね、はい、うん、でそして左のスラッガー、こちらに関しては補強がなしと、うん、ということでペケですね、はい、はい、そして高校生の野手、うん、もう締めはなかったと、そうですね、採点参ります、はい、将来性に関しましては50点中42点、うん、来期の戦力補強50点中50点、うん、プラス自分たちのね、うん、ビッグポイントはここだと、左腕だと、うん、はい、定めた上で、うん、それにふさわしい指名をバシバシ掘り込んできました、うん、潔さ得点、うん、3点差し上げましょう、うん、はい、それで合計95点、はい、ロッテと同点、うん、気持ちよかったですね。いやー、セーブはうまくいったんじゃないですかね、これは。それもこれも隅田投手をあの強豪で勝ち切ったと、これにつきますね。大きいですね、はい、公言した甲斐があったんじゃないですかね。来季は楽しみじゃないですか、隅田選手、佐藤選手、古賀選手、これはいきなり試合に出る可能性ありますからね、うん、左でほぼもう勝ててないという、うん、そうですね、うん、ここがもうね、10勝、15勝と加わってきたらね、うん、非常に展開変わってきますから、そうですね、うん、まあ、将来的な羽田選手、黒田選手もこれはいい選手ですから、うん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 、これも下位でね、獲得できたっていうのは非常に大きかったですね、大きかったですね、うん、非常に素晴らしいドラフトだったんじゃないかなと思います、うん、はい、そして最後の球団ですね、はい、パリーグ6位、日本ハムファイターズ、うん、指名した選手を紹介いたします、はい、1位、タツ投手、うん、2位、アリゾの内野手、3位、水野内野手、うん、4位、坂口外野手、うん、5位、黒柳投手、うん、6位、長谷川投手、7位、松浦投手、うん、8位、北山投手、9位、上川畑内野手、はい、9人、うん、最後まで残ってやってましたね、はい、やってました、ここはもう感動しきりでしたね、うん、はい、それではウィークポイントでございます、はい、二遊間の内野手、うん、即戦力の長距離砲、うん、そして最後即戦力投手、うん、こちらの3つをですね、はい、我々補強ポイントと考えていたんですが、うん、明らかに未来に種をまくドラフトだったなと、うん、そういうことでしょうね、今年は栗山さんね、もう退任決まって、うん、もう男栗山最後の大城、うん、でないかなと。では年代別ピラミッドをまず見ていただきましょう、はい、どうぞ、はい、年代別ピラミッドを見ると、うん、まあ、左打ちの外野手で坂口選手を取ったっていうのは非常にバランスシート的には大きかったですね、はい、まあ、あと、まあ、9人も取りましたから、うん、まあ、まあバランスシート的には埋まりましたね、ピッチャーも若いピッチャーをバシバシ取って、はい、まあ、あと二遊間のところで、はい、上川畑選手、水野、まあ、水野選手、うん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 、お二人を取ったところで、うん、ああ二遊間の補強は本気なんだっていうのは伺いましたね、うん、はい、まあ、それではじゃあウィークポイントに照らし合わせてみましょうか、はい、まあ、なので石井選手、渡辺選手と勝負ができる二遊間はきっちり補強してきたと、うん、いやー、してきましたね、まあ、これ20丸、うん、まあ、即戦の長距離の選手に関しては、うん、まあ、補強はなかったと、うん、そうですね、即戦ラインはですね、うん、即戦ラインはなかったですね、そして即戦力の投手に関しても、うん、まあ、北山選手を最後に指名しましたが、うん、そうですね、その程度ですかね、そうですね、はい、もう高校生に振りまくったってことですね、今回は。それでは、採点まいりましょう、うん、はい、将来性、うん、50点中50点、うん、来季の戦力、うん、50点中41点、はい、計91点なんですが、はい、とね、うん、これはもう夢、うん、日本ファイターズらしい夢、ストーリー性、はい、うん、
新球団、新監督で明るい未来が待ってるんじゃないかと、そうですね、感じましたので、うん、夢得点5ポイント差し上げましょう、うん、はい、合計で96点、うん、最高のドラフトだったんじゃないかなと我々は判断いたしました、はい、ちょっとね、じゃあこの将来性のところを、うん、掘り下げてみましょうか。そうですね、こちら左右のスラッガーを取りましたね。アリゾン選手、坂口選手を取る、一緒に取る球団はないと思ってましたから、これはもう三つ星ですかね。いやー、これね、将来3年後から5年後見た時は、はい、これは相当いいドラフトだったってなる可能性ありますからね。この2021ドラフトがスタートだったと、うん、左右のスラッガーを取れたっていうことですね、はい、そして先発の候補も取りましたよ、はい、将来のね、ローテ候補が、うん、勝投手、はい、松浦投手、左右これも取ったっていうこんなドラフトをやってくるチームがいるんかと思いましたね。あと黒柳投手も取りましたね。そうですよ、そうです。いや、これは本当に鳥肌もんでしたね、高校生は一級品しか取らなかったです。なので、まあもうなんかもうちょっと一個理想で言うならキャッチャー高卒の星もね、そうですね、とは思ったんですが、おそらく来年また取るんでしょう。もうそこまでは触れなかったっていうことですね、はい、はい、いや、そのぐらい、うん、いや、言ってましたもんね、日本ハムに関してはもうそのぐらい高卒、うん、素材系に振ったら面白いんじゃないかということは、まあそうですね、来季この今回のドラフトで、うん、来季の戦力一気にどうこうできるところには多分まだ日ハムいなかったんで、はい、振るならこういうドラフトもありなんじゃないかって言ってましたね。で、しかももう功を奏してましたね。他の球団が即戦力を早め早めに取っていく傾向にあった中で、なのでもうやりたい方で絶対優勝ですよね。行って早いんですよ。他のチームより高校生行くのが。違う種目をやってる。いや、そうです。だから余ってるんですよね。うん、全然余ってるから、こういうことが起きたと。途中から、あれ、今年分離ドラフト再開したっけみたいな。ハムだけで。ハムの見てたら、あれ、今年分離ドラフト違うよな、水野選手。そう、水野選手。入荷はしっかり補強してるんですよ、来季の戦力を。でも水野選手は、高卒社会人だから。まあ、若いですよ。まあ、もう、でも競争相手としては、もう、一軍、当然入ってくるでしょうね。だから、黄金期をね、うん、その、4、5年後迎えるときに、もう、キャプテンっていうか、ちょっと兄貴肌で、そういう意味はあったのかなとか、勝手に想像しちゃいますけどね。ということで、パリーグ、はい、ドラフトの振り返り動画でございました。うん、はい、ありがとうございました。本当にね、はい、皆様ね、パリーグのご贔屓の球団、ある方もいらっしゃると思います。うん、はい、そのご贔屓の、球団名と、まあ、採点じゃないですか。そうですね、ぜひ合わせて聞きたいですね、皆さんの、いろいろと我々、うん、楽しみにしております。はい、はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。明日の8時は我々の予想がどうだったのか、逃げも隠れもいたしません。はい、はい、明日の8時またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。これはどうする？いやいや、もうそればっか言うな最近。いいよ、置いとけばまだもうちょっとドラフト動画撮るでしょ。アエイカンはフェドローに輝く。語呂ある。チャンネル登録お願いします。